日野です。先ほどちょっと読んでいた本の中ですごいなと思った話があったので、まあちょっとうまく伝えられるかどうかね、ちょっとわからないんですけれども、外国の方がですね、日本に来た時に、その日本で、弓道ってありますよね、あの弓を引いて的に当てるっていう弓道です。でよかったかな、弓道ですよね。その弓道をね、師匠から、日本の、ね、師匠からこう学んでやっていたそうなんですけれども、なかなかですね、こう的に当たらないと、こう心を無にしてやっているつもりでもなかなか的に当たらないと。でもその師匠っていうのは、もう1ミリのズレもなく的の中心を、当てるということなんですね。で、そういうのをずっと続けていて、まあ、結局そのから5年やってたそうなんですけど、5年経ってもなかなかできない。で、そのある時師匠に聞いたそうなんですけれども、そのコツというのか真髄は何なんですかっていうみたいに、でその時に、師匠が答えたことは何かっていうと、なぜ的に当たらないのかっていうと、自分とその弓と、的っていうのが別のものだというふうに思ってるからだということなんですね。でもその師匠はどういうふうに見てるかっていうと、的もその弓もこの空間全てが、全部自分の内側にあるっていうふうに考えて、自分の内側にその弓も的もあると。でそれで、自分の内側で全て、射抜いているっていうようなことを言ってたんですね。でこれ何かっていうことなんですけども、結局世界は、この自分の内側で、構築されてるんですよ。自分の内側で全てあって、もうその師匠っていうのは全て内側でもう射抜いているんですね。内側の見えない部分で全て一体となっているわけです。で射抜いている。で結局何かっていうと、現象は本当結果でしかないんですよ。自分の内側の世界っていうのが、現実を決めていくっていうことになるんですね。だから自分の内側で全て構築されている夢、例えば自分が何かしたい夢があったとして、それが、これから何か始めていくとかではなくて、もうすでに、夢を自分の内側で全て一体となって現実化している状態でないと夢って実現できないんですよ。自分の内側でもう完璧に、それが達成されている状態ですよね。その師匠っていうのは弓をもう自分の内側で一体となって射抜いている状態になっていたんですね。まあ、そういうことが書かれていて、あ、なるほどなと。まあ、で宇宙っていうのは結局、一つですから、僕たちはその内側でどれだけその世界を構築しているかっていうことなんですよ。もうすでにそれが、その内側の世界が外側に投影されていくわけですから、物事を現実化していくためには自分の内側でもうすでに初めから、達成された状態になっている必要があるんですね。でそうなるとやっぱ早いんですよね、現実化っていうのは。これは一つの真髄じゃないかなって思うんですよね。ちょっと今うまくなかなかね言えてないなと言いながら思ってはいるんですけども、もう、またもうちょっとねうまく言えるように、もう一遍ちょっと読み直したいなと思うんですけど、そういうようなことをね言ってたんですよね。これなんかヒントになると思うんですよね。僕もすごくなんかヒントになって、その夢と自分と、切り分けてたなって思うんですよ。でも本当はもう一体で初めからすでにもうなってる状態でいいんだなっていうふうに思うんですよね。で自分の内側の世界が、外側に投影されてるわけですから、自分の内側の世界でちょっと無理かもしれないとか、これはできるかなっていう、そういう不安とかがあったら、できないんですよね。結局うまくいかないっていうことですよね。そういうことをね思います。だから自分の内側でどれだけもう先に構築してしまえるか、達成してしまえるか、そこが一つの鍵になるんじゃないかなっていうことをね、思います。ということで、今回はね以上になります。ありがとうございます。